桜宮サーガ田口白鳥シリーズ。田口白鳥シリーズは、宝島社から刊行されている、カイドウ・タケルのミステリー小説のシリーズの総称。著者の作品で登場する架空の詩、桜宮市の登場大学医学部附属病院を主な舞台に、不定収穫外来の講師、田口公平と厚生労働省大臣官房秘書家付き官の役職につく役人。 白鳥圭介の活躍を描いた著者のデビュー作、チーム、バチスタの栄光から連なるシリーズ。ジェネラル・ルージュの外旋までの基本的な話の流れは、田口が事件や大きな出来事に関わっていき、中盤以降に白鳥が登場してから解決に向けて展開するという構成となっている。それぞれの作品のタイトルは、作品のメインキャラやキーパーソンを指した言葉が完成られている。 作品時に扱う主題は異なるが、根底には著者が普及をライフワークとしているオートプシーイメージングがテーマにあり、作中でも事件解決のツールにもなり、ストーリーの主軸にもなっている。本シリーズは田口の性別を変更して、竹内優子、安倍寛主演で映画化され、東方系で公開、そして伊藤敦、史、中村徹主演により、関西テレビ放送。 メディアミックスジャパン制作でドラマ化され放送された。映像化された作品は映像化作品を参照。ありがとうございます。